今日は品種の日というわけで、あっつんです。1月16日は品種の日だそうです。なんでも1920年1月16日にアメリカで禁酒法が施行された日だそうでしてね、それにちなんで禁酒の日ということらしいんですけれども、気づけば私ここ何ヶ月もお酒を飲んでない日がありません。最後にお酒を飲まなかった日はいつなのかちょっと思い出せないぐらいいつも酒を飲んでおります。ただ今日は禁酒の日ということで、今日くらいはお酒は飲まないで過ごそうかなと思っているわけですが、やっぱり飲みたい飲みたい飲みたくてたまらねえって、代わりにノンアルコールビールでも買ってこようかなと思ったんですけど、あれはちょっと好きじゃないんですね、私はね。で、ちょっといろいろ調べまして、なんかこうビールの代わりになるようなものはないかと調べた結果、ウーロン茶を炭酸で割るとなんかそれっぽくなる、ビールっぽくなるというのを見つけましたんでね、ちょっと今からやってみようと思います。はい、ウーロン茶と炭酸水です。ウーロン茶をコップの3分の1ぐらい注いで、そこに勢いよく炭酸水を注ぐといいなんて書いてあったんで、やってみましょう。じゃあまずウーロン茶入れます。ぐらいかな。で、ここに炭酸水入れます。勢いよく、勢いよくってどんな感じなの。この辺からよし、それあっとあっと、おやおい、おお、すごい、それっぽい見た目がまんま、もうすごい。泡がだんだんなくなってきちゃうんでね、もう飲みましょう。味はいかほどか、いただきます。あ、悪くないけど、ビールではない。でもなんかこのウーロン茶の苦味が割といい感じにそれっぽさを出していなくもない。ちょっと癖になってきたね。なんか自分に暗示をかければビールに思えてくるんじゃないかな。これはビールだ、これはビールだ、今日はこれでいきます。正直ノンアルコールビールより好きですね。